さんこんばんは。本日はシャーディーテンプルを作りたいと思います。このカクテルはザクロのシロップ、グレタデンシロップをジンジャーエールで満たして作ります。ノンアルコールカクテルなのでアルコールは一切入っておらず、ザクロの甘みとジンジャーエールのさっぱりした味わいがとても飲みやすく、お酒が苦手な方にもおすすめな一杯です。それでは作っていきましょう。まずグレナデンシロップを20ミリ入れます。ジンジャーエールを適量入れます。そして軽くステアします。レモンスライスを飾ります。お待たせしました、シャーディーテンプルです。